カール・モーリッツ・シューマンカール・モーリッツ・シューマンはドイツの植物学者である。サボテンの研究に功績を挙げた。原作先週のゲルリッツに生まれた。ベルリンやミュンヘン、ブレスラウで学んだ。最初科学を専攻するが、後に植物学に転じた。1873年にブレスラウ大学で博士号を得た。 ハインリヒゲッパートの助手を務めた後、ブローツワフの高校の教師を8年間務めた。1884年にアウグスト・アイ・ヒラーに雇われ、ベルリン植物博物館の学芸員となった。1890年にドイツ自然科学アカデミー・レオポルディーナの会員に選ばれた。1892年に教授となり、1893年に、 ベルリン大学での教授資格を取得した。1892年に新設されたサボテン動向学会の会長となり、学会は1898年にドイツサボテン学会に改名された。1899年に出版されたサボテンのモノグラフが主著でサボテンに関する最初の包括的な著作である。それまで知られていた670種のサボテンを21、 のぞくに分類し、ペルスキー入り、オプンチオイデアへ、セロエリの三つの赤に分類した。ギルクと協調で、ダス・プフロンゼンリックを出版し、アドルフ・エングラーとプラントルが編集した、ダイ・ネイチャー・リカン・プフロンゼン・ファミリアンなどにも貢献した。1891年から、サボテンの月刊誌、モーナッチェ・リフト・フュア・コクティーン・キューンデを編集し、 1891年から1902年まで、アトラスでアフィゼネロン・プフロンゼンの共同編集者を務めた。ドイツサボテン学会は、開始、シュミニアの使命に、シューマンの名が付け、多肉植物の分野の研究に対して贈られる、カール・シューマン賞を設けている。セリカの俗名シュミニア・キンタッサなどに、懸命されている。ケーシュム。 植物の学名で命名者を示す場合に、カール・モーリッツ・シューマンを示すのに使われる。ありがとうございます。